はい、パーソナルトレーナーのユージです。今日はですね、体幹と足の安定と強化、ジャンピングランジというものをやっていますね。ジャンピングランジという運動があるんですけれども、これの運動の説明と、これは何のためにいいかということですね。ジャンピングランジというのは、その名の通りジャンプしながらやるランジ。ランジというのは、こういう片足ずつこう前後に出てるような形の運動ですけれども、これをジャンプするというものですね。ジャンピングランジ、ここからですね、やり方ね、ちょっといろいろあるんですが、これは U 字方式ということでやっていきますね。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じです。本当はね、今ね、床ギリギリとか本当当たるぐらいまで、後ろの膝をね、落としていくんですけども、ちょっとここね、今日ね、下石なんですよ。床じゃなくて石なんで、ちょっと僕は怖がってあんまり落としてない可能性もあるんですけれども、ギリギリ落とします。今のようにランジをジャンプしながらやっていきます。方法としてはですね、前後の膝できるだけ90度、90度で、この膝がとにかく、つま先より前に出て、前かがみのこんな状態にならない。でこんな状態でやってる人は、まずちょっと足が弱い、それから体幹ですね、これお腹が弱いので、このジャンプっていうのはこのドーンドーンというこの衝撃が加わるんですね。それは片足なので結構不安定なんですけれども、その時にふんと踏ん張っていかないといけないんですけど、これがお腹の中の腹横筋とか、腹直筋、腹斜筋も含めてね、そこをグッと締めてないと力が入らなくて、ぐにょっとこういう形になっちゃうんですね。結構こういう人います。これはやっぱりお腹の力、体幹がないから。だから、このジャンピングランジというのは、足の運動のように見えますが、体幹の運動でもあるということで、体幹が強くないと綺麗にはできない。なので、前の足、これがね、つま先を越えて、膝が前に出ることもないですけれども、そして、前後の真ん中あたりに上半身がまっすぐ垂直で立っている、この状態のままできるだけ、上下してジャンプしてほしいんですね。ジャンプジャンプ、体が倒れることなくこう固めたまま、頭が高いままでジャンプで、今のペースでいってほしいんですけれども、前の足はかかとを踏んでドンです。かかとを踏んでドン、これが前の足がつま先になっていると大体下敷きばかり使います。これを前足はかかと、後ろはつま先、これを50-50で床を蹴り上げていくんですね。 50% ずつ蹴り上げていく。通常のランジの場合、バックランジとか、フォワードランジという前に行くランジの場合には、基本的には前の足だけを使って運動していくのがベストなんですけれども、今の場合には、50% ずつ踏むことによって真ん中の胴体がまっすぐ上がっていくというふうにしたいんですね。これもうまくできないとまた前かがみな状態になってしまうので、 50% ずつかかとと後ろのつま先を同じようにしていく。同じように、最初はもしかしたらこの練習が必要かもしれないですね。この、このかかとを踏みながら後ろのつま先をグッと押す、グッと押す、これがしっかりと前の足のつま先を踏まないでできるかどうかですね。できるだけ前の足、つま先がね、この前半分は体重をかけないように、踏まないようにやっていった方が、お尻、もも裏とこのもも前、大腿四筋を均等に使うことができる。つま先だけだと大腿四筋ばかりで、後ろが全然使えないので、いまいち足の使い方としては綺麗な形じゃないんですね。力の、足の力を綺麗に発揮するには全部をうまく使った方がいいです。なので、膝が出すぎないかかとを増して押す、後ろのつま先を押して押すことで垂直に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まずはね、こうやって10回やってみてほしいです。今のこのジャンピングランジ、説明したように当然お尻、もも裏、大腿四筋使います。足全部ドーンと使います。そしてお腹腰をキュッと締めて体幹を維持するということも必要です。それを動的にね、プライオメトリックとして使っていくわけなんですけども、意外とね、スクワットが6、70キロできる男の人でも、これを急にやると急にできなかったり、ものすごいバランスが悪かったり、すっごいゼーゼー言ったりする人が多いんですね。
なのでスクワットをやってるときはなんとなく男の人の場合できちゃう人もいるんですけれども、これをやって体をコーディネートして使う、うまくきれいに使うということが、まあ、できない人も多いので、それだとね、なんかこう俺はスクワットちょっと重いのや、ね、それなりに6、70キロとかね、全然10回も平気だよっていう感じの割には、もし何かの時にスポーツみたいなことなんかやることがあった時に多分すごいハーハー言ってます。今の子ね、この10回ぐらいでものすごいぜーぜーハーハーへばりような感じだと、まあ何かの時にちょっと恥ずかしい思いをしてしまいます。で、こういうのをやっていると、何か体を急に動かす時にも綺麗に体が動くんで、ぜーぜー言うことも少ないです。まあそういうためにね、体をうまく使うというね、あの本当スポーツに役立つんですけれども、まあ、これはね、ダンベルとかを持つ必要はないです。そういう重い負荷をかける必要はなくて、ただ自分の体で綺麗に行うね、綺麗にジャンピングランジを行うということができるようになってほしいです。僕なんか今これやってても、まあ喋ってる状態ですから、まあ息上がってないことはないですけど、まあ別にまだ喋れる状態です。やっぱりね、胴体とお腹のバランスが綺麗に取れてると、このぐらいは全然平気になってきますので、とりあえずは10回3セットが平気でできるかどうかやってみてください。はい、これね、体幹と足の安定と強化、安定性を増すことと強化ですね、強くなってそういう動きができるようになるという、ジャンピングランジでした。ぜひ、時々にね、ぜひ取り入れてみてください。はい、パーソナルトレーナーのゆうじでした。 Go! Go!